こんにちは、市役所です。今回は市民税県民税について市民税課の小谷佳彩さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎年市民税県民税についてはお話をいただいていますが、そろそろ納税通知書の発送の時期ですよね。はい、市民税県民税はその年の1月1日時点で住所がある市町村に納める税金です。令和5年度の市民税県民税は令和4年1月から12月末までの所得に対して課税をしており、市民税県民税を納めていただく人に納税通知書を送付します。令和5年度市民税県民税の納税通知書は6月9日金曜日に発送しています。また勤務先で給与から市民税県民税を引き去りされている人は5月15日月曜日に勤務先に通知書を送付していますので、勤務先で受け取ってください。勤務先から受け取っていただく通知書はこの後説明する通知書と様式が異なりますのでご注意ください。わかりました。では皆さんのご自宅には来週中には届きそうですよね。はい。そして私の手元には納税通知書の見本がありますので、いくつか質問をしてもいいですか。はい。ではまず納める市民税県民税の合計はどこに表示してあるんでしょうか。はい、通知書右下の年税額のところです。はい。ではその下の給与特別徴収税額とはどういったものですか。はい、これは給与から引き去る市民税県民税の税額となります。詳細については先ほど説明した通り、勤務先から受け取っていただく納税通知書をご覧ください。はい。ではその下に表示のある年金特別徴収税額とはどういったものでしょうか。はい、これは年金所得にかかる市民税県民税を年金から納めていただく税額です。徴収額と徴収月は右上に記載しています。ということは給料や年金からの引き去りでない市民税県民税はその下にある普通徴収税額の欄に記載があるんですね。その通りです。普通徴収税額については上段中央に記載しています。納付書もしくは口座振替で納めていただきます。なお口座振替の人は左上に振替される金融機関名や口座などを記載していますので確認してください。わかりました。普通徴収分には第1期から第4期の納期限がありますが、それぞれ何月になるんでしょうか。はい、第1期は6月で納期限は6月30日金曜日です。口座振替の振替日も6月30日金曜日です。第2期は8月、第3期は10月、第4期は来年1月で、それぞれその月の末日が納期限です。なお末日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときはその翌日が納期限となります。また納付書で納めていただく人には第1期分の納付書と前期分の納付書を同封していますので、どちらかを選んで納めてください。わかりました。他に注意するところはありますか。はい、市民税県民税の課税明細が下段に表示されています。扶養控除の内訳などを確認してください。はい。最後に市民税県民税について他にお知らせはありますか。はい、課税所得証明書の発行についてお知らせします。令和5年度の証明書は市役所及び各支所の窓口とコンビニエンスストアの多機能端末機で6月9日金曜日から取得できますので利用してください。わかりました。今回は令和5年度市民税県民税について市民税課の小谷さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。